今 M リーグで最もホットなのは打牌批判、麻雀プロで最も批判を受けたのはあのレジェンドだった。 M リーグの 2-3-2-4 シーズンが開幕して1ヶ月が経過しました。ビーストジャパネクストの参戦や元乃木坂の中田選手のデビューなど様々な注目点がありましたが、今最も話題を集めているのは打牌批判。そこで今回の動画ではその発端となった曲を紹介しつつ、かつて最も打牌批判を受けたレジェンドについても触れていきます。次々に炎上した M リーガーの打牌騒動のきっかけになったのは、10月5日の第2試合に登板した大悟選手の打牌。南三局3本場、持ち点22,300で迎えたシャーチャの大悟選手はマンズを6、7、8でチーしてイーシャンテンに受けます。この曲がいつもと違う要素を挙げるとすれば、強卓が5本積まれていたこと。強卓、ハンターの白鳥選手がいれば即座に動きを見せそうですが、この曲はトップ目中林選手もイーソーをポンしており、全員が強卓を奪い合う展開。ここで大悟選手は6巡目に受け入れが大きく広がる数ピンを積もりましたが、昇降した後に安全牌のシャーを切らず積もぎり。大悟選手はこの状況で2000点を上がれば強卓と本場でトップ目に立つこともあり、上がりに向かってまっすぐに手を進めるかと思えばかなり受けを狭くする選択。この打牌に対してすぐにアベマのコメント欄には、ここで安全牌持つ、大悟さんマジ5000点落ちてるのにいらんのかとプチ炎上状態に。大悟選手は先切り10段との異名で呼ばれることが多く、あまり手牌をブクブクにしないことでも有名ですが、トップが狙える局面での消極的な選択には批判よりも失望の声が多く聞かれました。対局後に検討配信を行った大悟選手は、黒沢さんが嘘を押してきてる雰囲気があって、中林さんは遠い仕掛けに見えた、このあと誰と勝負になるかって考えたら黒沢さんだと思ったんで、ここで数ピン持っても間もなく黒沢さんからリーチが入ると思われるから2、30以内には処理しなきゃいけないと思ってこの段階で切る選択をした。改めて振り返ってもまだ切るよりだけど切らなくてもよかったと思いますと打牌の意図を説明しました。大悟選手の説明を受けてもなお X には、先切りが過ぎる、 M リーグはトップがでかいのにこの局面で受けてほしくない、サポーター辞めたくなるなど批判寄りの意見が寄せられ、フェニックスサポーターとの場外乱闘まで見られました。そして打牌批判の話題が沈下しない状況で迎えた翌日の第1試合で、次はビーストの菅原選手が炎上に巻き込まれます。場面は菅原選手が14,300点持ちのラスで迎えた南三局。ソーズの一色手を狙う菅原選手は渋川選手から5、6、7で地位を入れ、中膨れのリャンソーと白のシャンポンで天敗。リャンソーはすでに切られていたので、この時点で上がり牌は白のみでした。その後11巡目に菅原選手は持ってきたイーソーを積もぎりし、これが大炎上のきっかけを作り出しました。手牌から3層を切れば純粋に待ちの数が1枚多くなることに加え、白を積もれば3アンコウ付きの羽マンも見える状況。菅原選手はこれらを全て否定するイーソー切りを選択しましたが、その後手牌に変化が起きそうな数層も勝俣選手がポンしているため1枚しか存在せず、誰もが首をかしげたくなる打牌となりました。この局の結末は菅原プロが白を積もって満貫の上がりになりましたが、3層を切っていれば羽満の上がりになっていたため非常にもったいない選択といえます。さらに試合後に行われたインタビューで松香代から、最終形がリャンソー白シャンポンだったが積もってきたイーソーを残して3層を切らなかった、この局の思考はと聞かれた菅原プロは、イーソー切りの思考は3層は現時点では勝俣選手に通るんですが、その後危険な牌になる可能性があると思って、もう一度3層を持ってきた時にイーソーを切れるからイーソー積もぎりの選択になりましたと回答し、最後に、あと白で上がりたかった思いも強かったです、ラスなので打点を見ないといけない状況だったのでと語りました。この発言に菅原選手の発言に対しては、打点見るなら積もり3アンコウに取るだろ、気がついてなかった、数層はポンされており3層はそこまで危なくない、3層切った方が今後の守備にもいいんじゃないなど批判的かつ3アンコウを見逃しているのではという意見が寄せられました。菅原選手の疑問集は瞬く間に X で拡散され、麻雀ガチ勢からは M リーグ選手のレベル低さを嘆く声や、元から怪しい打牌が多かったなどかなり厳しい意見が殺到することに。これに対して菅原選手を擁護する人たちからは誹謗中傷が過ぎるなどの声が聞かれ、一時は X のトレンドに打牌批判がランクインするなど論争が展開されました。
論争があまりにも盛り上がりすぎたため、 M リーガーたちも様々な反応を見せました。お前ら聞け、相次ぐ批判に声を上げた最速最強の見解とは。まず早速この話題に飛びついたのは、炎上商法を得意とする連盟の黒木プロ。 SNS に菅原博恵と大悟博士は叩かれて叱るべきなのかと題した記事をアップし、冒頭から、興味ないかもしれないが、私はかつて三安公って何という態度で麻雀をやっていた。毎日赤入りのリーチ麻雀をやっていたので、シャンポン待ちのような積もれる気がしない形よりも、できるだけ両面にして積もってポイントを稼ごうとしていたのであると菅原選手の三安公見逃しについて擁護寄りの発言を行った後に、菅原選手と電話でやり取りした内容を記載しました。黒木プロからの質問に対して菅原選手は、今もう一度同じ場面が来たら3層を切ります、そうしなきゃダメだなって思います、でもあの時はネガティブに考えすぎていました、もちろん三安公のことは頭にありましたけど、それよりもその後に起こりうる嫌なことばかり気にしてしまっていましたと回答。しかしこの発言をそのまま受け取る人は非常に少なく、インタビュー中には一言も三安公について触れていない点を指摘し、後から意見を変えたのではと疑う人まで現れました。さらにこの対局を控え室で見ていた桜ナイツの岡田選手と堀選手の会話を収めた動画が火に油を注ぎます。堀選手は菅原選手が言いそうを積もってきた場面で、うわぁ高くなったと発言しましたが、積もぎられるとすぐに、え、単純に見落としじゃん、恥ずかしいやつじゃん、吐く積もって羽マンに気づいてないとデリカシーゼロの発言。堀選手は先日も、麻雀がなければ大変なことになっていそうな人ランキングで堂々の1位を獲得しているので、この辺の言葉遣いはご愛嬌と言いたいところです。堀選手のハネマンの声に対して岡田選手は、なんでハネマンなんですかと菅原選手と同じような言葉を返していましたが、堀選手から三安公と聞かされると、ほんまやと驚いた表情を見せました。この堀選手のはにき抜きせぬ発言にビーストのサポーターが過敏な反応を見せ、結局のところ堀慎吾が菅原博恵を舐めてるんだよね、その小さな体に見合った脳みそフル回転させて、どうせ連盟の女流なんて条件計算間違ったり供託がめたりするような俺よりはるかに下手なのばかりなんだから、三安公を見落とす恥ずかしいことくらい平気でするだろくらいに思って、そこで思考停止しているんだよねと、中にはかなりの不快感を示すポストも投稿されました。こうして業界がざわつきを見せる中で、質問の多さや自らの見解を披露したかったのか、最速最強大井高春選手は自らの YouTube チャンネル内で試験を披露します。 M リーグ雑談、特にコアな麻雀ファンに物申したいとの題で、大井選手は菅原選手に対しての発言が切り取られた動画をアップ。視聴者から、何とは言わないけど本一三安公の話してくださいと話題を振られた大井選手は、菅原のと答え、まあ菅原のは三安公見落としだのなんだのの前に一回みんなに伝えたいことがある。麻雀で変わったことをやった時に、大井や久里堀がやった時は理由を考えるでしょ、女の子がやった時もその行為をやってやれよ、それをやらずに瞬間的に批判をするのはスマートではない。菅原の手に関しては両層も切れていたし、三層切りの方が正直いいと思う、同じ麻雀好きなのだから一体感を持ってほしい、三層を手出ししたらほぼ天敗がバレる、言いそうつもぎりくらいであれば白は出るかもしれない、解説が麻雀打ちの本能的に三層を手出ししたくないと解説すればこんな話になってないよねと独自の見解を披露しました。大井選手の持論は打敗批判の話題に対してというよりも、女流プロを軽視する風潮に警鐘を鳴らしたように見え、この動画を見た視聴者からは、太郎さんと同じことを中田がやったらめっちゃ叩かれそう、見てる人の多くは勝手に隠したと思ってそう、でもタカちゃんも女流のこと軽く見てるように見えるなど、様々な意見が寄せられています。実は麻雀業界でこの手の打敗批判は以前から行われており、特にミスター麻雀小島武夫プロの打敗には多くの批判が集まっていました。打敗批判はプロを育てる材料になる、常にギャラリーを意識する打ち方を続けてきた小島プロは、現代麻雀のセオリーから大きくかけ離れており、打ち筋で人々を魅了するその代償として常に実力を疑う批判と隣り合わせでもありました。若い頃の小島プロは1000点が必要な場面で
強引に一色手を作ってほぼ手中に収めていた優勝を手放したり、役満を上がるために親リーチに勝負するなど、勝負度外視の麻雀を多く見せていました。ちなみに小島プロはプロ連盟の最高タイトルである鳳凰位に輝いたことがなく、無冠の帝王と呼ばれる時代も経験しています。さらに放送対局が盛んになってくると、第1打に明細を聞かせるような小島プロの打牌に対して、いつまでこんなのやってるんだ、古臭すぎて見てられない、若手プロにすぐ負けそう、などの打牌批判が寄せられたこともあります。ですがこういった批判を受けても小島プロは、まあいいんじゃないの、俺のこと下手だっていう人がいても、だってその人はまた小島が下手な麻雀やるぞって見てくれるんだろ、そうして俺が勝てば面白いし、他の麻雀プロを見てこの人強いって思ってくれればそれでいいんだよ、上手い下手とか勝った負けたもあるけど見てくれる人がいるっていうのがプロだからね、と見られてなんぼの精神を解きました。また女流プロの先駆けと言われる浦田和子プロは、放送対局で大きなやらかしをして名前を覚えてもらった経験があるといい、私モンドの対局でポンされている牌をチートイツの町にしてリーチかけちゃったことがあるんです。そりゃもういろんな人から怒られて、曲にもあんなやつ出すなってハガキが来たそうです。もちろんプロとしては恥ずかしい行為なんですが、お店のゲストに行った時、一緒に麻雀を打った方から、僕もやっちゃったことあるんですって話しかけられて、応援してますって。これを聞いたらそうやって私の麻雀を見て何かを感じてくれる人がいるんだなって思えるようになりました。その後1年くらいはチートイツの町牌をすごく確認するようにもなりました、と当時のことを解雇しています。また X 上ではプロは批判されることで興行が成り立っているとの意見も多く、黒木プロも現状一般の方からの打牌批判は存在している、それは SNS やコメント欄付きの動画配信プラットフォームが誕生してからずっと続いているので、すでに10年以上は経過している、世の中を見渡すとネット上の意見に影響されて考え方や方針を変える組織があるぐらいなので、プロ雀士の打牌にも少なからず影響はしているはずなのだが、周囲からそういう意見は聞いたことがないと批判を受けたプロも、打ち筋がぶれるようなところまで病んではいないと綴りました。 M リーグの視聴者には今まで麻雀に触れてこなかった層もいるので、一連の打牌批判の件について誹謗中傷合戦と捉える人も多く存在しました。今後も M リーグの対局後には打牌に関する意見などが噴出することは間違いないので、ライト層の人たちが離れていかない健全な議論を期待したいですね。最後に打牌批判について SNS からの声を取り上げていきます。プロは批判されることも含めてエンタメが成り立つ。あの王貞治だって新人の頃は王三振王となじられていた。麻雀業界に最もお金を落としている層、見る雀層が打牌批判を嫌う以上、利益の最大化のために大衆の目に触れるネット上での打牌批判を排斥することは経済的には合理的だよね。天保民なんて麻雀界隈じゃめちゃくちゃ民度高い方だろ。そりゃ打牌批判はするけど理不尽な批判はしねえじゃん。みんな黒木さんにいろいろ言ってるけど俺は好感が持てるんだよな。これだけ様々な相手とやり取りした上で主張のブレが全くない。また近代麻雀の人炎上してる、麻雀を興行として盛り上げていくって意見にブレがないのは偉い。大輔さんの打牌批判してる人たち、俺が本当に大好きな尖ったフォロワーさんばかりなんだよな。前回の大悟さんのスーピン打ちに関して打牌批判してる人もしてない人も、今日の大悟大冒険をぜひ見てほしい。理路整然としてるから。打牌批判が話題だけどかねてからある。ハギーの所作や所作挙動により勝負度合いや進行具合が読めてしまう問題はどこに行ったの。批判は許されると思う派だけど、その裏にそんなんでプロやってんのかよ、やめちまえ代わりに俺を入れろとは言わんけど俺プロより強えって思ってる層がいるのが嫌。打牌批判ってあんまよくわかんないな、わかんないから目つぶって切りましたはちょっとあれだけど、大抵こういう理由があってこの牌を選びましたってのがあるから、その人の考えと自分が違うのは勉強になることだと思うんだけど、牌批判って例えば漫画のレビューと同じような感覚。みんな自由に意見を言うよね、別に漫画のプロじゃなくても。なぜ M リーグにおいてはネガティブレビューに異常に敏感なのか。このチャンネルでは麻雀に関する動画を随時アップしていきますので、取り上げてほしい話題などがあればぜひコメント欄にてお待ちしております。